5キロ、まあ3キロ以上走ってると思います。真っ白。ご飯食べました。あのセイコーマの100円パスタシリーズのちょっと高級なやつ。やった。いいです。おーおーおー、結構な砂利道でございますね、ここは。おー、後ろから車来た。先に行ってもらおう。今日なんか意外と砂利道当たるな。うわ、あ、なんかどんこどんこ聞こえる。よし、何？ね、あ、おお、こんにちは。どっか行ってですかね。あ、わかりました。はい。見ていてください。あ、切れてたのか。なんかやってますよ。さっきって何の話？イエーイ。また祭りですね。やっぱ3連休いっぱいやってるな。ウサギだと思っていた。本当かよ。まあ、私もウサギって思ってましたけどね。ああ、バリンちゃんなのかな。あ、そうだ、ガラナ持っていこう。そうそう、ホスクソロール絵描いてあったり顔描いてあったりするのありますね。砂利道あんまり平気じゃなかったです。割とこの砂利道はあの石が鍵って何の話かな。やった。そう、それやぶ。ああ、ガラナうまいな。ちょっとずつ持ってうまい。次はブルーが出てきました。うん、ピロロフェース。そう、女の声が、スケの声が。ピロロフェス、あれ？あれ？いや、あれ？ちょっと待った、なんで写真が撮れない？ん？ちょっと待ってください。デジカメがおかしい。撮れた。他の人から見たら大変ですよ、私の今の格好は。じゃあ、あ、さっきの衝撃で。今の時間は RX なんか変ですか。すごいな、これ毎年作ってるのか。これピロロの意味は、あ、ないですよ。確かに一目で全部、あ、木製のドラだ。あと横ばいがいるな。で、やっぱ硬い。たまに、あ、ありますね。私もそうですよ。ん？剣じゃないのよ、剣じゃん。ね、最後だから、ガッツ！あれは何？使える牛がうますぎみたいですね。
子がいる。あれ、中の人女性じゃないかな。風船ねじりの人。まだまだ。あ、女性だ。風船です。風船芸。風船の移動よ、風船の移動。地味だけどね、ほら、難しいのよ。わかんない。割れない、割れない。わかんない。こういうのもいいですね。小さい感じもいいな。なんかお子さんの一人がこっちを今じっと見てた。はい、まずね、その風船お父さんお母さん出てきて。このちっちゃいちびっ子たちの親出てきてちょうだい。はい、風船ね、これを端持って。はい、風船、はい、持ってちょうだい、両端。私も今、いや、言ったら放送的に美味しいと思ったけど、とてもじゃないけど。頭に巻いて、頭に。ジャンガ。まず風船を頭に巻きます。はい、持ったらね、ぎゅっと掴んで。掴んで。ぎゅっと掴んで。そら思いっきり、キュッキュッキュッってひねるのよ。どこでもイベント？ひねった？大丈夫？そしたらこれ1本をね、1本を中に入れて、内側、一周一周。結構これ、結構これお父さんお母さんへの難度高いですね。一人まだできた？ねじれてない人が、あ、ねじれてる、ねじれてる、できてる、できてる。できたら、じゃあ頭に乗っけてごらん。はい、かぶって。こんにちは。はい、ちょっと今聞こえない。できたかしら。はい、かぶってね。はい、帽子大きいけどいいか。帽子の出来上がり。帽子の出来上がり。ここまでか。はい、どうもありがとう。さすがに素人にいろいろやらせるの難しいですよね。はい、席に、ね、戻ってちょうだい。はい、どうもありがとう。ね、さあこれでね、風船なくなったから。風船の時間はおしまいです。すごいです。どうだった、みんな楽しかった？ね、そろそろ人形劇をね、見る時間だからね。そうよね。そうそう、人形劇見てもらわなくちゃ。ね、おばさんも向こうの方で見てるから、みんなもね、人形劇楽しんできてね。もうみんなね、風船もらった男たちは割らないように気をつけてちょうだいよ。それじゃあね、おばさんは帰るから。割ったら罰金。ごきげんよう。さよなら。さよなら。ミルクパワー。ミルクパワー。はい。それでは早速人形劇を始めたいと思います。ちょっと向こうも待ってくよ。今から見てもらうお話は。イカ焼き、炭火焼き、鶏サラダ。でけ。ピロロさん、結局ピロロなんですよね。ピロロさん黒毛和牛ハンバーグ300円。始まり始まり、みんな拍手。
変わったものこれなんでしょうかね。カルタか。よよよく降ってのよか。これあと顔が犬っぽいですね。っていうか絵うまいな。おう、オイラはカラスのカースケ、よろしく。なんか妙にうまいですよ、あの人形劇の声の人。声の人っていうか本人が喋ってんだけど。いたずらさ、いや違うか、喋ってないな。オイラはカラス、カースケカラス、いたずら大好き。少なくとも3人やってるな、あれは。ワクワクするぜ、あっちでもこっちでも大騒ぎだぜ。クオリティ高い。今日も一日遊ぼうぜ。ヘイ、イエーイ。みんなもいたずら大好きだよな。あ、そうだそうだ、 あっちの牧場で牛の赤ちゃんが生まれたんだ。一丁からかってやるか。あの人が喋ってるんじゃないですね。ガー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 。柵が出た。かわいいベイビー、おーはいはい、かわいいベイビー、はいはい、私はかわいい赤ちゃんよ、さっき生まれたばかりなの、私は牛のかわいいベイビー、かわいいベイビー、はいはい、哺乳瓶が出た。かわいいベイビー、はいはい、私は優しいミルクなの、飲んだら元気いっぱいよ、さあさあ、格子に哺乳瓶って飲んでちょうだい。あとよく見たら背景にあれ牛が映ってるんですよ。いいな、お腹が空いた。なんか妙に、はいはい、妙にあの NHK クオリティが。ミルクの時間ですよ。ミルク、そうよ、これはお母さん牛が赤ちゃんを産んで最初に絞るミルクで、とっても栄養があるのよ。生まれてすぐは病気になりやすいから、この初乳の中には病気に負けない元気のもとがいっぱい入っているの、うん、さあ、牛乳たくさん飲んで元気いっぱいになるのよ。あっちでもなんかいろいろ売ってますね。そうなの、前行ったあれみたいだ、どこだっけ、高遠のアフリカン祭りみたいな感じ。あれなんて名前のイベントだったっけ。ピロロ、何ですかね、ピロロ、アイヌ語的ななんかかな。そう、カルタだと思います。目、目、そうそう、ヤギの目ってこんな目ですよね。ぬわーい、ぬ、元気になった、元気になったよ、ちびすけ。カルタ、裏側にこれ何書いてあるのかな。色が分かんないですね、書いてないや。カースケ、カラス、カラスはとっても親切な鳥なんだぜ。なんだぜ、遊ぼうよ。ピロロとキロロ、あ、キロロ、いいわよ。メイメイなのかな。でも猫の目もあったから、あれは目ん玉の目じゃない。 あったあった。あれ違うか、 あった。目の形、猫は立つのがヤギは横。これ置いてあるのがこれなんですね。そうです、今これから大きくしたものを外でやる。なるほど、拡大印刷されてるのこれ。一気にジャンプするんだ。せーの、よいしょー。あ、酪農カルタっていうのがあるんですね。他のこれお母さん方が作ったんです。あ、そうなんですか。文章全部手作り。そう、なんか絵うまいなと思って2人の上手な方がいて、ね、なんかパターン、絵のパターンがちょっと違うの。ああ、2種類の2人の方が描いてるんです ね。原画を描いて、あとはみんなで続けしたり、いろいろ文章を考える。
母さん牛たちが集まって、あとなんか細かい説明もですけど、そう、ここのあのピロロっていうのは何の名前なんですかね。ヒロの愛の子の名前が、あ、ヒロの元がピロロ、あなるほど説明が なかったんでどこにもありがとうございます今これであのカメラついてて、あの生放送しながら走ってたんですよ。趣味でやってるんですけど、だから沖縄とかから見てる人もこれが見られる。唐辛子だ。あ、すいません、ありがとうございます。あ、こんにちは。これはどうしたんですか、それは。いや、これはあの個人の趣味でインターネットで放送しながら走ってるんですよ、自転車で。あ、そうなの。ええ、すごい。で、あのこうやって人と話すときは勝手に映らないようにこうしてるんですけど、ね。ああ、なるほどね。で、上のカメラまた映ってるかな、これ。放送用のカメラと録画用のカメラがあって、充電ってどうされてるんですか。あ、宿でやるか、 ある程度量を持ってバッテリーたくさん持って走るかなんですよ。そう、この格好何かって言われますよね。で、あの見てる人が怪しまれてるって、これ見てる人のコメントが聞こえてるんですよ今。あの全国で見てる人が、最近こういうのできるようになって、あ、そうです、全部入ってます。だから顔は映らないけど喋ってること入るから、うかつなことをやってるとまずいですよね。やっぱというわけでピロロは疲労だったんですね。てか疲労が、疲労っていう地名がアイヌ語を元になった地名だったんだ。姉さんシープドッグ、シープドッグと吠えないんですかね。セクロス、日物のシューティングゲームのことは言うな。日物だっけ。こんにちは、ノーベースカルピスです。何それ。そうそう、だからのスピ、あのボリューム調整できるようなのスピーカーを今使わせてもらってます。マロさん作のピロロ、ピロロは確か多分海とかなんとか別の、そう、海パンじゃないのかな。なんとか別の別は確か川でしたよね。うん、もう帰りです。あんまりゆっくりしてられない工程なので今日は。メリダ結構いいですよ。値段の割についてるパーツが高級なのがついてる。フレームがどうなのかってよく知らないですけどね。ん？何の中？私の絵確かに可愛いな。買い食い、ああそうですね、もう買い食いだいぶ今腹いっぱいの状態が続いてるんで。ん、何の倉庫、 あれですか。ああ、うん、芝居やな。菊池ファームさんってとこなんですね、これ。地元、うん、そうですね。倉庫で人形劇、いや、中じゃなくて外でやってますけどね。わー、ガスケやめて、近いよ、遊んでるんだよ。それで、あの声はなんか録音したやつを使ってるんですかね。ミズクする、あー、疲労まで行けば、あ、疲労まで行ったら店はあるんで、コンビニはあるんで。ザー、もうそろそろ距離計算するかな、あんまり考えたくないんだけど。よいしょ、残り50キロぐらいですかね。うわー、ちょっと じゃり道、祭り多いよな、がっつり。もう今日は十分なぐらい走ってます。まだ倍ぐらいあるけど。また車来た。おお、マラソン、まあそうですね。よいしょ、
こっから先、あ、でもなんか空気が妙に涼しいというか冷たくなってきた。屋上、ピロロ、疲労はピロロだった。うん、やった。あ、そうだ、でも PC のバッテリーそろそろ切れるんじゃないかな。風船。え、今ここ切れ、あ、切れる、さっき私が離れたから切れたか。でも多分自動復帰、キャンプそうなんですよね。でも4時にはつかないな。ちょっと、エリもそうですね。確か風強いとこだったと思う。あと海から霧がやたら出るんですよね。ふぅ。抜けた。と。放送はそうですね、広尾の宅急便営業所に行って、受け取って荷物積んで、バッテリーつなぎ直してからですね。残りバッテリーは 8%。もうあと10分持たないくらいかな。あ、GPS。そっから先は GoPro で録画だけしながら行きます。営業所あと何キロあるかな。預けて、ドキューテックだ。あの、全部の荷物持って輪行すると地獄ですので。どうだ、うん、ちょっと、どうですかね、まだ行ってないですかね、今ここ。これ以上は操作できない。エクスペリア0です。タイムタイム、まあ昼間は大丈夫なはずです。50分、また送った。今行ってると思いますけどね。行ってないですか？自転車で。レイ。私はこれいくらで買ったっけ？これで配信はですね、だいぶ画像のクオリティ落ちるんですよ。で、今、ここ来てないですか、まだ。危ないな、もうパソコン使ってる分にはあまり役に立たないですね。画質はかなり悪いです。でもまあ、PC バッテリーがなくなって、まだ来ない。おかしいな。いっぺん停止してからまた。完全、いや、もう私これ持っちゃってるんで。停止して、もういっぺん開始。送信時刻。どうですか？まだ行ってないですか？ロボさんの平均睡眠時間は？睡眠時間は6時間ぐらいは寝たいとこですね。また音楽始まった。今ここまだですか？行ってないですか？来ました。あ、来ました。よし、離れたらまた復帰するのに結構手間かかるのか。ウエストバッグとか入れとくかな。よし、じゃあこの先突然切れたらもう電池がそこまでだったってことで、ダメになるんですか。あ、そうだ、残り距離ちょっと見とくか。百人浜までがまずどんだけあるかだな。あと疲労の町までも雑木。とりあえずお疲れ様です。いつ切れるか分かりませんので、ここまでは、まず広野町までは4キロですね。そんなに離れてないな。4キロで流れ解散。百人浜キャンプ場ってどこだっけ。
あ、もうほとんど西表岬のあたりですね。キャンプ場ここにあるのかな。キャンプ場どこ。キャンプで検索するか。あー結構離れてんな。これか百人浜キャンプ場。オートキャンプ場だけど確か数百円なんですよね。ここまでの距離は43キロか。43キロね。微妙。風呂に入れる時間かどうか。で、あと検索で。ケース90で。まあ、もう少し先に行ってから考えるかな。百人浜ってお化け話し合ったとこか。百人浜、なんか、コメントありましたね。143キロ、そうなんですよ。本当に距離進まなくなってるような昔に比べたら。昔は北海道来た時は100キロ超えを何日か連続でやったりしてたのにな。まあ配信してるから仕方ないか。配信してるからな。なんか太った。いや体重それほど変わってないです。あーでも変わっどのぐらいだろう。レオタード見てましたね。昨日そうそう配信だから仕方ないですね。ツーリングは確か1999年初めてやったと思うんで、99年は14年前、28歳か28歳ぐらいにスポーツ自転車マウンテンバイクを初めて買って、で家の周り回ってるあたりからどんどん旅行に傾いてた感じですね。特にあの影響を受けた人とかなんか作品とかそういうのはないんですけど。30分延長したけど、あそうか、延長したってことは電池が切れたらその後真っ暗なんだ。すいません、タイミング最悪ですけど、多分この後切れて、当時は多分14時半まで真っ暗が続くと思います。てか今の切っとくかな。真っ暗な時間帯になってると途中から来た人が何人だかわからんし、遠くのか。めいちゃんでマウントをいろいろいじんなきゃいけないんですよね。でもやってみるかな。セッティングに5分ぐらいかかるけどやってみましょうかね。練習も兼ねて。エクスペリアレイの放送を、いや待てよ、そしたら GoPro との両立できないんだった。そういや GoPro での GoPro、 いや待てよ待てよ待てよ、どうすりゃいいんだ。GoPro からマイク伸ばして、GoPro からマイク伸ばして、あー結構めんどくさい。すいません、やっぱちゃんと準備してからじゃないと GoPro と両立させるの難しいです。配線考えてやんなきゃいけないから。ちょっと今日は今からしばらく中断ってことでお願いします。すいません。なまら。ちょっと広尾町について再開は向こうについて、広尾町についてから一応今込みといていただければ、広尾町について宅急便で荷物受け取って取り付け終わったぐらいから再開しようと思います。少なくとも30分はかかるかな、もっとかかるかな。ここから4キロだからまあ20分はかかんないと思うけど、30、40分後からになると思います。じゃあ電池のあるうち切っとくか。拾う拾う、ピロロでピロロで。じゃあ放送の方は一旦ここで終了させます。お疲れ様です。よいしょ。
この水だよな。残りバッテリーは 6% でした、うん、じゃあまた後ほど。ありがとうございました。じゃあ放送は終了、お疲れ様です。で GoPro はこのまま行ったら、そうか、マイク繋がなきゃいかんから、 GoPro はマイク直付けにして、直付けにしてケーブルも切って、お疲れ様です。ではちょっとこれから GoPro しばらく、あの GoPro 本体マイク音声なり音質になります。一旦録音と、でピースは待機状態にして、でマイクを、これでいったかな。でまずは広尾の町まで。空気が妙に冷たくなってきたのが気になる。あっち道あるな、行き止まりか。あれはサンタランドってのはどこにあるんだろう。疲労の中心地だからこの先なのかな。おお。ラッコ川。あ、そうだ、鮭が登ってきてるかどうかチェックしていかないと。ラッコ橋、来てないかな。ないっすね。あと気温がこんなになってきました。まくってた袖を下ろすほどに。
ただいま道路巡回中です。車間距離は十分取りましょう。あーもう読めない。これの音か。あれ、焚き火のあった。あれ、ここか。近かったな。シャモのコロッケ、シャロッケ。2時過ぎか。キャンプ場まで3時間で行けばいいけどな。40キロオーバーだからコンペースだと厳しいかな。よっと、向かい風になってる。どっか荷物をくっつけるのにいい場所はないな。ここだったらいいかな。車来たらずらせばいいし。
多分ここから10分ぐらいかかると思います。
エアドゥの機内販売で買ってきたエコバッグです。これをなんか食材入れにしようと思って。あ、天気。なぜかスガキ屋。
でまた録音する形に変更しなきゃいけないので、キャンプ場にフロア何時まで受付ですかっていうのを聞きたいので、百人浜オートキャンプ場と並行して、あ、ちょうど予約枠取れるんだ。そんなこと書いてないな。ゴールドチケットを使わせていただいて、マイク次変えないと、また一旦切れます。 GoPro 本体マイクの悪い音質になります。どこ行った、どこ行った、これか。あ、よし。サリオ。あ、サリオじゃない。ちょっと待って、なんで出てない。ありますね。よし、あと1分か。タイミング的にはちょうどよかったな。ただ時間がもうない。スタート。お疲れ様です。また永続の遅いな。つなぎ直し。今ここ来てます。あ、今ここちょい待ち。まずは放送か、あの映像開始してから、よし来た。うん。エリオンまであと40キロオーバー、45キロぐらいかな。3時間じゃ厳しいか。あと8秒。1、0、スタート。速度は出てますね。滑らかなはず。学生さんですか。学生さんですかの人、いらっしゃいませ。さて行きますか。
なんか向かい風なんですよ、さっきから。営業所で荷物積みました。ちょっと今見せますね。だいぶ重くなったはずです。まだまたがってないんですけどね。ヤマト運輸の、広の、これなんていう、まあ、なんかの営業所です。なんかの営業所です。宅配便受け取りました。パッツンパッツンになりました。よく見たら、これテントが積んでるというよりは荷物に挟まれて固定されてるな。あの荷物のバッグの口が閉まるか閉まらないかぐらいの状態です。今閉まりきってません。で、あとこれフロントには渡してもらわないんですよ。後ろだけなんです。あの前輪持ち上げて取り回してないでしますね。取り回してないしやすいですよね。で、これあのエアドゥの飛行機の中で機内販売してたやつです。名前はベアドゥ。これですね、あの今回使った後にあの福岡の実家の妹に使い古し送ろうかと思って、機内販売で500円で売ってました。エコバッグ、あの食料入れにしようと思って買ったんですよ。テント冗談じゃねえ。ベアドゥです。これエアドゥのベアドゥ、あの完全にあの私の妹の国間屋洋菓子店の小熊と被ってますね。達夫とデザインほぼ完璧に一緒ですこれ。まあデザインの元言ったら妹ですとあったら既存のぬいぐるみが元になってるんですけどね。喜ぶだろうけど新品じゃないの送ったらちょっと怒るかな、さすがに。さてベアドゥ、おそんなに感触変わらんかな。それほど非道、いややっぱちょっと違和感ある。重いよ。あ、そうだ、あと GPS つけなきゃいけないんだった。ちょっと待ってくださいね。これなんでかっていうと、ああ、こんにちは。キリが、エリもそうですね。ちょっとだけこれマイクが短すぎるな。束ねて短くしすぎた。14時半か。あと3時間で、百人浜キャンプ場に行ったら、場内の温泉か何かに入れるじゃないかってとこなんですけどね。ちょっと待ってください。今マイクの線を束ね直してます。よっと、これでいいかな。あとはもう GPS YouTube 今回はたくさんあるからいつ完了するかわかんないです。あとできればプロフィールマップと地図と映像が全部連動するのしたいんですよね。だこれ中のものを打つ。あぶねえ。またテントを北海道に寄付するとこだった。テントがこのゴム紐の縛った中に入りきってなかった。ただ乗ってた。あぶね。ドラえもん、青いやつですね。あぶねえ。旅立つところでした、テントが。やっぱり縦置きダメか、横にしなきゃダメだな。ちょっと積み直し、やり直し。不合格。あ、ちょっと。の前に、今ここ出すためにこれもう大変だな。危ねー。聞いて。いいですね。どんなテントでしたか。今ここ。サービス停止。サービス開始。これでいったと思うけどな。そう、板ゴム紐。メロさん直伝の配信。それも本当にそうなんですよ。録画しながらも大変です。テント本当にこれはなかなかいいお値段のテントですよ。ファッションチェック。よし。で、積み方は、私の積み方は
ランドリー、ああみたいですね。お値段一応うーってちょっとこれちょっとこれはテントとマットとあと滑り止めを巻いた寝袋、開けました、よし、こうやって耐久性どうですかね。私は擦り切れるほどはまだ使ってないです。袋に何かをなくす、表現の仕方によっては何でも言えますね。 700C の自転車これですよ。左右のバランスはちょっと重さ測ってないですよね。今適当に詰めたんで、ですね、向かって手前側にはキャンプ関係のボンベやらいろいろ入ってて、奥側には衣類プラス軽い衣類プラス重いあのバッテリー系のやつが入ってます。だからそこそこバランスは取れてるんじゃないかなと思うんですけどね。これ乗ってない、乗り切れてないな。戻したの、今回の北海道旅行だと飛行機輪行であのディスクブレーキの類が不安だったんで。でちょっと待ってください、百人浜キャンプ場本当にあれ場内に温泉あるんですか。始まってた、ふるっと、うん、そうですね。この百人浜キャンプ場の公式サイト見ると温泉があるとは書いてないんですよね。百人浜オートキャンプ場の中の今更サドル電話していますかね。今ちょっとそれで調べてたんですよ。発信音声はちょっとスピーカー一旦落としますね、うん、あ、すいません、ちょっと聞きたいんですけども、そちら場内にあの風呂入れるとこってあるんですかね。ええ、あ、そこって何時までか分かりますか。7時まで、分かりました。あと、そちらのキャンプ場は受付7時まででしたっけ。あ、分かりました、ありがとうございます。はい、失礼します。おー、一発で解決した。場内じゃなくて歩いて 4,5 分のところにお風呂屋さんがあって、19時までと聞いてますって言われましたね。18時半っていうのはやっぱり受付の時間なのかな。だとすると18時半までに着けばなんとかなるわけか。18時半まであと4時間、残り40何キロ、間に合うはず、間に合うはずだけどどうかな。あと今日これあの配信し続けるとですね、荷物の中に入ってたデカバッテリー2個も危ういかもしれない。まあ明日はアンドロイド配信してみるって言ってはありますけどね。そう、寄り道しなければ。あと風向きだな、ちょっと今風向き良くないんですよ。そう、予定はというわけでもう流れでキャンプにしてしまうか今日は。あ、そうだ、食材どうしよう。食材をとりあえずスガキ屋のラーメンは今手に入れたから、あとあそこのセブンで何か買っとこう。コンセントはですね多分使えないんで、花火か、花火中でやったら、え、肌触りなんの。ダイナモナイス、名古屋のやつです。職場でもらった名古屋のお土産です。あ、お菓子ライト、あ、後ろからなんか鳴き声が聞こえる。で、何が何サイズ。あ、やっぱり後ろ袋が擦れてる。こんなことやってたら擦り切れるな。なんとかこれ後ろに回らないように固定、あ、できる、こうすればいいんだ。離れて、いや自転車自体走ってなかったんです。これでよし、頭いい、我ながら頭いいな。でこんなことやってると荷物の出し入れがいよいよやりにくくなるんですけどね。そう、上にぶら下げるとこういう問題が出るんですよね。取っ手が長い袋を使うとタイヤに擦れる、巻き込まれますからね、出したら。袋にでかい袋はあることあるかな。そう、あ、頭いい、
セイコマンがあったらそっちの方がいいかな。あのお惣菜パックみたいなの安く売ってるんですよね。セイコマはないかな。ないことはないような疲労の中に。確か前にもですね、もうちょっと先に確かあったはず。セコマ野菜ありましたっけ。そう、北海道だったらもうセコマ以外使っちゃいかんみたいな意味わからん。前疲労に来た時にセコマでカップ麺食ったんで。活源は青りんごですね。いや昼飯食いましたよ。昼飯もセイコマのあのパックの麺類ちょっとですかね。おシャドーマン、シャドーマン、かけマン。ここはこれなんかあの自転車OK な道じゃないですかね。色分けしてあるし。でもないか、あんま関係ないかこれ。あとセイコマ確かこっち側の車線にあったと思うんですよ。何かセイコマに寄る可能性は高いですね。疲労サンタランドは右側、向こうにサンタランドがあるらしい。ピロロサンタランド。右手でしたよね、よくご存知で。私は昔来た時にここ通った時に11年前の時にセイコマであの寒さに震えながらカップ麺食ったのよく覚えてます。よっ、ちょうど雨降ってた日だったからな。セイコマはあれかな、まだよく見えない。疲労何買おうかな。そう、夜寒そうなんですよ。だからその温泉入ったらすぐ戻ってもう寝られるようにテントは張っときたいんですよね。でもそんな余裕ないかな。おお、花はすごい。あったあった。その方、テントという文字列だけでそういう反応をする方必ずいらっしゃいますね、お客様の中に。お盛んでございますね。半沢直樹は今日見られないんですよね。一度も見たことないが。よいしょ。さすが歩道もでっかい道路。場所によっては歩道も狭いんですけどね。じゃあなんか食材買ってきます。適当に選んでトイレも借りてきます。わいせつ玄関。どうぞ。延長はあと何分かな。まだまだですね。よし、じゃあしばらくお待ちを。これバンダナって手ぬぐいなんですよ。ちょっと太ったね。また太ったって言われた。Y
ダナ新しくしたのはバンダナ。いける。
京都フェスぶりです。じゃあよっと、よく考えたらあのキャンプ場着いて風呂入って出たらまあ8時近くで、そこから外で料理とかできる気温なのかな。何だとかあの普通に外で調理できる環境なんでしょうか。ルーミカツのあ音が夜8時とか9時に外で食事あの調理できるんですかね。基本的にカメレオンテ3です。買ったものを100円マイナス20円引きの野菜炒めミックスできますかね。で調味料今回あの部屋の中から発掘することができなかったんで、ライト塩コショウ、これで、300、400円ぐらいかかりました。であとラーメンの具と野菜炒めの具として、あの焼き鳥弁当の具、豚串、焼き鳥っていう名前、焼き鳥弁当だけど豚が入ってるんですよね。あれこれが300円もした。意外と高かったな。これをあの炒めて入れてしまおうかと思ってます。あ、豚串はなんとなくあの長谷川ストアの焼き鳥弁当的な意味でそれなりになんかローカルな感じですよ、外食の。そうですね。でも調味料は今回1回だけなんで、というわけをして、でこれを食材袋に、そう、変人アピール。まあコンビニで買ってますからね、いくら、あ、そうだ、ウニ食べないです。パスタ、夜はいいや、パスタは。でもまあ麺だけど。割高ですね。しかも一人だし。そうそう。じゃあこれを後ろに。またくっつけ、けで、よいしょ。風呂に間に合うかどうかがものすごくスリリングになってきた。明日はペヤングかな？ペヤング。エアドゥ、そうです。アナであの予約したんですけど、乗った飛行機はエアドゥでした。アナなのにいきなりあの羽田空港であのバス送迎の場所に連れて行かれて、バスで連れて行かれて。シャワーもあるみたいですね。あ、そうか、温泉間に合わなかったら最悪シャワーっていうのもあるかな。でも温泉入りたいな。あ、なんて、こんにちは。そうです、あと40何キロを夕方6時、少なくとも6時半までに、遅くて6時半までに行かないといけない。海で死ぬわ。あ、そう、株式優待券で乗った飛行機が実はあの何でしたっけ、飛行機を総合運用してるやつ。60キロ、40、まだ40キロぐらいありますね。こういうあのただ平坦な道をずっと急いで走って、まあ、坂道だったらもっと辛いんですけど、ずっと急いで走るのは精神的になかなか疲れるな。15キロ、ノルハンドル、優待券は人からもらったものです。買ったら株主優待券1万円ぐらいですよね。それで半額にして買って、まあ安くなるかどうかってぐらいですよね。ものすごく安くなるんだったらみんなあの金券ショップで株主優待券買うだろうし。よし。コードシェアか。あ、なんかそんなやつです。そうそう。来ましたね、ちょ。あ、でもこんな場所だったっけ前。あ、でもそうか、こう曲がってきたところだった。そうか、確かこの近くバス停兼でっかい公衆便所みたいなところがあったと。あれかな、うん、JR 20%、株主優待券ですかね。あの航空券の株主優待券は50% 引き、半額ですね。いや違うな、こんなんじゃないな。前なんかこの辺りの公衆トイレに雨宿りで入ったことがあるんですよ。もっと向こうだったかな、それとも取りすぎたかな、大きの。ただ優待券自体はチケットショップで結構高いんですよ。1万円ぐらいするんですよ。
だから2万円オーバーの路線じゃないとメリットが出ない。 GoPro は取れてるはず。え、国内航空券、あ、え、そうなんですか。 JAL やってないんですか。株式私は持ってないけど持ってる人から優待券もらいました。GoPro は取れてます。あとは録音がちゃんとできてるからな。あ、なんか荷物が増えてもすぐ慣れたな。違和感ほとんどない、なくなった。あ、チャルあります。疲労の街ってこんなでかかったっけ。11年前から家増えたりしてんのかな、 JR の。JR いいんですか。いくらぐらい出したらいいんだろう。いくらぐらい投資すりゃ。お、道路ですね。ん、何もある。あ、JAL みたいですね。おお、給油してる。でかいな、疲労の町。記憶にあるよりでかい。でもそんなに急に広がったりはしてないだろうから記憶違いだな。株780万、これ路側帯の線あったんですかね、もともと。あとこれ雪を避ける場所も込みの広さですよね、きっとと思うんですけどね。あ、でここから先大郷道路はトンネルが多いみたいですね。前一遍通ったけどそんなにトンネルというか副道が多かった覚えがあるんだけどな。あ、そうな、いや、ここはまだまだ、ここはかなりでかい。 スクラッチ認証の仕組みがめんどくさいってことかな。あ、入りやすい。あ、もうすぐ溝に出ます。あ、もう3時になった。あと2時間半か、違う違う、3時間半だ。3時間目標で行きたいけど厳しいな。ピンチ。あとこれサンタ村、あ、サンタ村でいいんでしたっけ、サンタランドか。あと40キロちょいぐらい。延長先確か来てました。サンエブリって何でしたっけ、夜の。うん、確かにですね。でも泊まる場所の都合を考えると、どこに、百人浜キャンプ場っていうところで、オートキャンプ場、そこまで40キロぐらいで、そこの近くの温泉が6時半締め切りの7時までだと思うんで、それに間に合わず風呂に入れなかったら私はもうダメです。おう、配信終了詐欺かな、それとも本当に失敗しただけ。確かさっき延長来てたよな。それともしばらく前のやつと気をつけ、気をつかいかな。いや、カメラおかしくなったな。立ち上がりがおかしい。ス
スタート。うん、来た来た、よし。これでどうですかね、戻りましたかね。上り速度が、あ、出てない、あ、来た来た、行ったはず。うお、すんごい荷物の人が来た、自転車の。ものすごい荷物の人がいる。どんだけ横幅あるんだこれ。あ、こんにちは。すごい荷物ですね。あ、ちょっと見て、ちょっと見よう、ちょっと見よう。あ、すごい横幅ですねこれ。いや、そっちもなんかあれつけとるですね。これはあの今生放送してるんですよ。インターネットで今繋がってます。え、マジで顔映っても大丈夫ですか？あ、全然 OK ですよ。ハロー、見てる？やった、サイクル野郎。今ここであの見てる人のコメントが聞こえてるんですよ、耳から。あ、前ですか。おお、どんなコメントやろうかな。こんなの。あ、ワイルド、ありがとうございます。家がちょっとね、一周ですか？あ、日本一周です。なんかこれがいかにも、このホワイトボードがいかにもそんな感じです。何も書いてないですけどね。え、どこからスタートで、いつ、何日ぐらいなんですか今。九州からスタート。九州。あ、でもこっちにはフェリーで、ね、あー、まだ1週間とはちょっとかな。あ、そうですね、早いですね。はい、今日ちょっとエリモ岬に、あ、もう寄ってきたとこですか。はい、じゃあこれからキャンプ場に間に合うように行か。あ、あ、まあいいや。それ何のやつでしたっけ。なんか、あ、やっぱりだ、なんか萌えの旗があるというふうにコメントで聞いたんで。そうです、青春昆布。青春元ネタがあるのかな。なんか記念に、ええ、どこから来ました。いや、私帯広空港昨日スタートしたばっかりです。あ、本当です。で、1週間休み取ってるだけなんで。あ、本当です。ええ、あ、私は八の日にあの数日後に渡ろうと思って。なるほど、ええ、キャップが電車見せて、これはグレートジャーニーですね。ああ、ですよね。あ、違いますかって。あ、グレートジャーニー。グレートジャーニーの片面ついてないってこと、一番最初のやつなんですかね。いや、多分一番新しいやつの思いますけどね。あ、そうか、ドロップハンドルのやつは後から来てやった。はい、一番最初の確かフラットじゃなかったかなと。フラットってどういうことだったか。あんまり経営が詳しくないんで。あ、そうだ、ちょっと旅行中に見られるかどうかわかんないですけど、YouTube とかに映像上げたりするんで。あ、名所ですか。あー、いいなー。これも作ったんですけど、家には忘れたんですよね。意味ないと思う、それ意味ないです、それ。どれでも、どれが一緒です。じゃあこれで、夕日が大好きなんで。おー、今日はどこまで行くんですか。いや、もう今日はここら辺で宿は、あ、宿地が野宿でもしようかなと。なるほど、はい、宿泊地って意味での宿ですね。はい、サイバーサイクリスト、かっこいい。あの、パソコン依存って意味で。10年以上前からパソコン持ち歩いて旅行してる。それも旅の形の一つですね。いいね。あ、読み上げが止まった。え、どうした、どうした。ですね、まあいいか。私はあの今日風呂に入ろうと思ったら、あと急いで行かないと。風呂、あ、ね、風呂確かに入れるね。襟裳岬のキャンプ場の近くになんか温泉があるらしいんで。えりも岬、あ、えりも岬まで今から行くの手前まで、まで百人浜キャンプ場ってとこまで。あ、だいぶ結構アップダウンが。アップダウンありましたっけ。こっち覚えてないのかな。あ、手前で、どこまで手前か分かるんですけど、あ、いや、もうでもほぼ岬の近くまで行く。本当です。あ、じゃあ結構もう日暮れ早いけんが急がなあかんじゃないですか。そうですね。ああ、九州ですね。私もあの福岡出身で。あ、本当ですか。ええ、あら、隣じゃないですか。博多のちょっと北の方なんですかね。あー、博多、あ、博多じゃ行きましたね。うん、博多しか行ったことないですよ。私は、そうですね、博多、まあ、大体言葉一緒なんですけどね。あ、じゃあ、あ、写真も撮らせてもらっていいですか。あ、いいっすかね。あ、じゃあ俺も一枚いいですよ。あ、私の場合は、こんな感じかな。あ、なるほど。一緒にですか。あ、入ってますよ。これで、多分入ってるはず。じゃあ、せーの。で、行ったはず。オッケーです。ありがとうございます。あれも一番いいですか。ええ。あれ、ブログ出せたら大丈夫です。ええ。写真はもう顔さらしまくってます。ネットで。リアルタイムで。行きまーす。あ、すいません、ずれた。あ、もう一回。はい。おー、オッケー。オッケーです。ありがとうございます。
あ、じゃあブログは何か検索したら分かる文字列ありますか。どうかな。なんか特あのキーワードとして分かるような。いや、なんもないですね。なんか今一言でもそういうヒントを漏らしたら見てる人が一瞬で検索します。あ、ちょっとあんまり見られないの欲しいだ。あ、ですか。九州か。九州からスタートでフェリーで襟裳岬に昨日泊まったということですね。わかりました。そうです検索しています。あ、気をつけて。あ、今度気をつけて。頑張ってください。これからですね、まだ 1週間。気をつけて。コメント読み上げがしなくなったんですけど、音いってますね。読み上げしないのは何ですか。こうやって出力先を、あ、ボエミちゃんがなんか止まって死んでる。ボエミちゃんが死んでます。なかなか死なない。思っても死なさないの。止まってやめるってのは別にあの人が悪いことを言う人って意味じゃなくて、でも意味にはなるか。ですね、防衛にもう一点起動して、あー、いや、取れた。防衛ちゃんの設定がすっと消えるんですよね。こうしてこうして、例えば一応こうして、これでどうだ？なんとか来た。縄文人、今の人縄文人って言われてたんですか？失礼なのかな、縄文人。よし。これでなんとか読み上げ、でも音が小さくなった、また。で、大丈夫じゃないですか今。マイクダメですかね。あ。USB のあれが一瞬外れたのか今。もしかして。あ。切り替わった。ああ、ウェブカメラになってたんですかね。今は大丈夫ですかね。今音質大丈夫ですか。ああ、名刺渡しました。今音質的にはウェブカメラ音質でしょうか、マイク音質でしょうか、分かる方いらっしゃいますか。 USB コンドーム買いません。何のことかわからん。ああ、削られるタイム。そうですね。今ウェブカムですか。ちょっとじゃあ一旦止めますね。 FMLE つなぎ直します。いや、ちゃんとできてるけどな。 USB ヘッドセットで、何やね、やばい。アベレージ20キロ出せる人なら楽勝なんだけどな。よし、来た。あ。うん、これでウェブカメラじゃなくて、オーディオデバイスマイクになってるはず。遅れる。いや、出ましたって無理ですね。OK ですね。よし、行こう。何のタイミングで今外れたんだろうな。今の夫婦は、
あのウェブカメラじゃなくてマイクの方に音を、マイクの方に音を息吹きかけて、それで反応すれば間違いなくそっちのマイクってわかるっていう。あ、ほらこれこれ、このサンタ顔どうなってると思いますか。30キロ無理。あとアップダウンがあるって言ってました、さっきの人。アップダウンあったっけ、この道。顔が、日が沈む、沈んでたまるか。池口ダメだ、聞こえなくなった完全に。読み上げの音量が上がったり下がったりするんだよなこれ、最大にしてんのに。アップダウンか、あったっけ。アップダウン途中なんかあのプロフィールマップで変なのが出てるとかありますよね。向かい風が、とりあえず6時半目標するしかないな。6時無理だな多分。やった、出雲までアップダウン。そんなありましたっけ。なかったと思ったんだけどな。11年前だからな、記憶が。で、ん、アップ聞こえねえ、かすれ声でしか聞こえない、読み上げが。道変わったって、付け替えとかそういう意味でですかね。聞こえない。向かい風が。え、あ、キャンプ場が高いとこにあった。あ、とりあえずキャンプ場の前に素通りして温泉かな、時間ギリギリだったら。あと40キロだから、私の感覚から言うと気が遠くなるな。ん、何時までには。あ、おー釣り竿が、ちょっと読み上げが聞こえづらすぎる。あと肌寒い。ハマスンで福土、そうトンネルじゃなくて福土がいっぱいあったってイメージなんですよね。ここどこが山道、読み上げ、読み上げが小さい。まあ聞こえなくても仕方がないか。キャンプ場にはシャワーはあるらしいんで、最悪それかな。でもそれも何時までやってんだろうな。釣れます？99年。うん。あ、てかここの作り替え続けてるらしいんで、いろいろと。読み上げが小さいのはどうしようもないっぽいな、こりゃ。なんでこの同じ設定で音が変わるのかが、わかんないですよね。ガラナ補給。ダメだ。ここにいても聞こえない。何日か降ってるって。止まってても聞こえない、すみません。ん？接触にしたってなんか音量が微妙に変わるっていうのは分かんないですね。どこの問題なんだろう。聞こえない。すみません。判別できたら反応します。ほとんどなんか読み上げがもう今分かんなくなってる。聞こえなくなってる。
ん？ん？大樹から疲労がダメだ、聞こえない。ん？何鬼ね。ダメだ。トンネル、ああもうあるかな。どっちしろでも風が斜め前から来てるんですよ。それでゴーゴー耳がうるさくて、雑談してるからってのは聞こえた。なので気にするなってことですかね。気にするな。ん？何万道路、いやもうこれ黄金道路っていうところになると思います。黄金道路に900だ。トンネル出ても風音うるさいな。とりあえずアベレージっていうか巡航20キロ維持してる分には問題ないはず。そんなに大急ぎで行かなくても。悪口出てるの聞こえた。悪口結婚するの聞こえないな。歩く維持する、止まらなきゃいいはずなんですよね。安全な位置ですね。パンクの予定はない。ない。パック、おそうそう、この辺り結構上が高台になってて水が落ちてくるんですよね。あちこち滝がある。さあ、か、あ、フンベの滝ってこれのことか。じゃあ前見てる。確かにそこにフンベの滝って書いてあります。あ、車が被写体として入ってしまった。写真の邪魔だからどいてくれとかいうことは思わないようにしてます。ここは何の名所？私の写真作品のためにとかいいの思ったらかっこ悪いと思ってるんで。また止まってしまった。風がなぁ。で、電車。何じゃない？
すいません、全部聞こえてないです今。なんか人声は聞こえるんだけど、スクロールの中特に聞こえない。人は聞こえる。挙手挙手。お、フラッグだ。ん、隠し子らいます。うわ、こん中サーフィンしてんのか。まあでも江ノ島とかで冬にやってる人もいるからな。サーフィン、この時期でもなんとかが多い。サーフィンやってましたね。暖かい。まあ昼間は結構暖かいから、はあ、ん、え、何が挨拶、ああ手を挙げた人ですかね。挨拶しました、はあ、海抜5メートルって目測で違うけど5メートルはなくないですか、はあ、あるかな、ないよな、はあ、うん、まあやっぱ風があると寒いと思いますね。バスタオルくるまってる人いたし、お、カモメカモメ。まあどこでもいますけどね、カモメは。ないかどうか、落ちてない。何されました。風が厳しい。うん、トンネル地帯って言っても副道だと思いますけどね、大体。あ、でもトンネル増えてるかもしれない。トンネルの中だったら崖崩れとかの影響受けにくいわけだから。そう、風が強いのと読み上げがやたら音が小さくなっちゃって、また穴が入ったら全然聞こえなくなります。これで今20キロ出てないぐらいかな。延長しました。ん、貝殻。トンネルって副道じゃないトンネルってことですよね。ん、頭のついてても使ったらとか大変でしょう。燃料切れるじゃないですか。ガラナですね、ですね。巡航速度は20何キロぐらいなんですけど、風とあとなんかわからない疲労によって疲れる。うん、大道路。あ、ここは嫌だな。こんな感じです。あ、霧と風ですね。距離と速度。ん、あ、いいやと。黄金道路は維持に黄金がかかるっていう意味で、あの、金食い虫の意味での黄金です。と聞いてます。と聞いてるけど嘘だからどうしようかな。みんなそう思ってるけど実は、あの、本当は違ってましたとかだと、
着陸。坂道でもないのにな。追い風だったら相当楽ですね、ここは。あ、そう、黄金敷き詰めるって意味でしたね。そうそう、比喩としてはそうでしたね。私もそう聞きました。黄金敷き詰めるに等しいぐらい金かかるっていう。はあ、よっと、じゃあ黄金敷き詰めたらいいじゃないか。はあ、この中でも風はそんなにないからいいな。歩道のアップダウンが、左が海ってことは、なんとかっただけ。まあ、黄金道路の間特に何があるわけでもないですからね。黙々と走る分にはまあ構わないんだけど、疲れる。こういうところが、名前の付け方が 大セット。生活道路ですよね、多分。でも襟元の間行き来する人ってどんぐらいいのかな。襟も越えても向こう側なのかな。海岸線、まあそうですね、昔来た時はその景色以前に雨降ってたんで、で確か大気町あたりまでいたところで少し晴れてきたんじゃなかったかな。あ、何よねって。出ますか。カモメ、カモメ。延長作業は最初の30分単位の時にしか来ないです、いつも。私のとこ、あの延長失敗詐欺現象は最初の30分さえ過ぎればあとは起きないです。経験則ですが、マニアがそれなりに荒らされる。海が多い。15時半だ。あと3時間。マニアじゃなくて番屋かな。ああ、ダメだ。3時間っていうのがちょっと聞こえた。残り3時間で、残り距離が今30キロとかまで縮まっていれば、かなり楽になるんだけど、この副道出たところで距離測ってみます。
なかなか出ないな。そもそもこれ電波来てるのかな。おお。地元？あ、ノリノリですか。ん？ヒグマ？ほら。ん？ん？ギンギンですか。旅行すごいな、よく通りますね電波。この隙間っていうのは電波的には問題ない隙間なのか。出たところで、さてお楽しみの残り距離測ってみるか。輪行ナイス。鉄道まだ来てないです、ここの辺りは。昔は来てたんだっけ、こっちまで。残り距離は GoPro はまだついてますね。あれ？出ない。なんで？30キロ。まあ、まあ。なんとか間に合うかな、6時半は。6時半で、ぴったり30キロですね。平均10キロからどんだけお風呂に入る時間を確保できるかかな。でも 6時半っていうのが違ってたらもう私はそこで倒れますから、力尽きますから。そこで無念跡を頼むとか言って倒れますから。泊まるところは百人浜オートキャンプ場っていうところに泊まろうと思ってます。オートキャンプ場泊まりですよ今日は。300円ですけどね。まあなんとか間に合うかな。もうちょっとゆっくり行こう。確認、いやで、あで電話して向こうになんかアクティブに影響があるような方法でなければ、速度静かになったな周りが。地元の人に、昔の自転車旅行は本当にそういう止めてもらうっていうこともやってたらしいんですけどね。あとお寺とか。まあ今に比べて皆さんの心は温かかったかっていうと、そんなに全然違ってはいないんだろうけどな。単に社会的な常識として、自転車旅行に限らず、旅行の旅人の若者を止めることに関して、そういうのもありだっていう風潮があっただけなんでしょうけどね。お、なんかあれ見たことあるような気がする。酒？20キロ、いや巡航速度はそんぐらいだと思うんですけど、初見さんって言われましたかね。今いらっしゃいませ。一応初見さんに挨拶はするように返すようにしております。返すだけなんだけど。ティモテ、あ、止まった。集落があるから電波ありそうなもんなのに。しばらく復活しなかったらチェックします。ん？今は札幌式で、ん？まだ止まってるか。ちょっと見てみるかな。
あの駅、はあ、やった宗派、宗派、ああお寺さんですかね鼻水か、あ、FML エラーだ、どうかな、もうダメかな、ああプライマリーサーバーエラーでございます。通常配信に戻します。よっと、こうしてこのままかな。 FMLE さん死亡です。通常配信になりました。ここからコマ数画質など落ちますのでご了承ください。音質は逆にちょっと上がってるかもしれない。あ、そうだ、あと録音がちゃんと継続できてるかどうかチェックしよう。あ、大丈夫、了解。ここから通常配信です、紙芝居配信です。まあ景色同じようなもんですから、大体動画は細かくないと見落とすようなものは特にないと思うので、 YouTube で、まあでも YouTube もリアルタイムのやり取りじゃないから全部通して見ようっていうのは普通思わないと思うんですよ。だからいろいろインデックスとか早送りとかできるようにしたい、簡単に。でまあイベント1には飛ばせるけど、それ以外の場所を狙ってはいけないんで、それを狙って早送りできるようにしようとしてます。具体的にはプロフィールマップと地図が連動して、マウスのマウオーバーマウスのフローマウスカーソルを乗せることによって地図上の位置が移動していって、クリックすると映像が、クリックすると映像が切り替わるようなやつ。なんかいい、30キロか、あと30キロ、30キロというと稲城市から新宿まで行って20キロで、それの 1.5 倍ぐらいか。ん？ダメだ、すみません今聞こえない。いや、動画、自分ではそうだと思います。経験した私などは、実体験のしている私などは、心霊スポット何ラーメン、スガキ屋のラーメンです。スガキ屋のラーメンに豚串を乗せて、あと野菜を炒めたものなどを、ん？それ何？激おこ？歩道に乗ればよかった。すが、ん？ダメだ、聞こえぬ。よいしょと。聞こえない。すいません、聞こえてません。車来てるともう全くダメだな。来てなくてもうるさ、聞こえにくいのに。静かになった。音声だな。何芝居？北海道の大地とスガキ屋。本当かよ。スガキ屋。ラーメンチェーン店ですよね。ラーメンとか、まあ、レストランチェーンかな。また止まったか。でも多分それは電波だと思うな。でも今音声は途切れなくなってないですか？映像と音声両方途切れたかな。よいしょ。トンネルあるな。
海が落ちてる。で、どうなった？コメントがないだけなのか、何か起きてるのか。あ、コメント来た。なかっただけか。今音声来てますかね。あれ、音声は来てますか。上り速度を見ると音声は来てる感じですね。で、映像が行ってるかどうか。あ、来てないか、映像は。電波ですね。来たいね。